有罪率が高いのはいわば当然なんです。特異中の特異な事件です。冤罪を絶対生んではいけないよというまあ原則なんです、ね、多数決で持って死刑にまでできるという制度が。実は間違ってんじゃないのか。こういう質問ありますね。日本では刑事告訴されると。九十八から九十九パーセントで有罪とか聞きましたが。 他の国と比べて得意なのでしょうか。もしそうなら、なぜでしょうか。無罪が出るようにするには、どう改革すればいいのでしょうか。お時間があれば、動画でご意見をお聞きしたく思います。はい、まずこれですね。あの刑事告訴されると98、九十八パーセント有罪ではなくてですね、起訴されるとですね。はい。刑事告訴っていうのは、あの被害者の方が、あ警察などに、えー、この人が犯罪を犯しました。厳重に処罰してくださいよっていうふうに告げることを刑事告訴と言います。 ということじゃなくて、えーまあ、99%、あるいは98%有罪になるのは起訴された場合ということです。で、これはですね、実は、諸外国と比べて、日本の検察がですね、いわば無罪判決を大変恐れている。あ,あるいは、その、なんていうんですかね、えー、無罪判決をもらったら恥だと。検察の恥だと。 検察の意思に関わるというふうに考えてまして、犯罪が疑われる事件のうちで、確実に検察官から見て確実に有罪が取れると。そういう事件しか起訴しないんですよ。はい。で、それが日本の刑事事のまず一つの大きな特色なんです。そのために、その段階で大きくそのスクリーニングされてますから、有罪率が高いのはいわば当然なんです。それが一点。 それがその一般にちょっと誤解されてるんですね。例えば諸外国から見て、え、日本の刑事裁判って98%有罪なのそんなのおかしいじゃないインチキじゃないのっていうふうに言われるかもしれませんが、それは大きな誤解に基づいています。ただですね、さりとて、じゃあ98%有罪になります、それが正しい刑事裁判が行われた結果かって言われると、それはそうでもないです。 これは何回か前に申し上げましたが、えー、それでも僕はやってないという、まあ、刑事司法の、刑事裁判の闇を描いたものがありましたね。一旦起訴された、つまりですね、事前の段階で一生懸命この無罪になりそうな事件は全部不起訴にしていくわけですよ、検察は。その結果として起訴してきたものだから、有罪に違いないというふうに思い込んで裁こうとする 不心得者の,の刑事裁判官がいることは間違いないんですよ。はい、これはあのどう否定しても少なくとも我々から見たらいますそういう人は。はい、なので誤判は生まれています誤った裁判ですね。<music> 一回まとまったところでお話ししたいと思ってたんですけどこれ袴田事件っていうのがありましてねこれ袴田事件というのは短く言いますけど。 今までの冤罪事件の中で、この冤罪事件だけは、あまりにも他の事件と違うと。得意中の得意な事件なんです。あの、一審で死刑判決を書いた裁判官が、実はその中で、合議って言うんですけど、裁判長がいて、えー、右陪席がいて、左売席まあ3人いるんですけどね。 その中で判決起案を担当させられた左陪席の若い裁判官が無罪を確信していた事件なんですよ。一審の死刑判決ですよ。こんな事件は今まで、まあ、少なくとも、表には一度も出てきてないんです。どういうことかというと、うまあさま、様々な証拠を見て、これおかしいと。まず、動機もおかしいし、あの、状況もおかしい。 細かいことはまた後で言いますけど裁判官がですねこれは無罪ですよという主張をしたで裁判長は有罪の主張右賠席も有罪の主張2対1に分かれたんですねで何度合議しても議論しても納得できない無罪だと思うところが 一旦判決権をして、それを裁判長に見せて、で、みんなで判決文を訂正するという作業がある。最初に判決、起案をするんですね。起案する前に結論が決まるわけです。えー、合議でね。2対1で、有罪。有罪になればもう死刑しかない事案なんですよ。で、2対1になりました。で、判決かけって話になるんです。自分は無罪だと確信してるのにですよ。 熊本裁判官って言うんですけどねでその裁判官はもう悩みに悩んでしかし決まったことだから有罪判決しかも死刑判決を書かなきゃいけない悩みに悩んで書くわけですがその中で考えます。交際に行けばきっっと分かってくれるはずだ地裁では裁判長と右間席を説得できなかったけども高裁の裁判官はベテランだし。 当然、立派な裁判官だから分かってくれるはずだ。と思ってですね、高裁の裁判官が判決文を見ておかしいと思ってくれるような判決文を書こうと思ったんです。そこで、その判決文の中にですね、捜査方法、これはおかしいと。捜査の、しかも取り調べ方法が、これはもう、自白を強要するに等しいような取り調べ方法だ。というふうに、一生懸命その捜査を批判し、 えー、死刑判決を書いたんですこれで大丈夫だろうとなんとか高裁が分かってくれるだろうと思って判決を書いて出しますそしたらですね高裁も原審判決一審判決を指示して死刑判決で最高裁に行っても死刑ってなったんですでこの熊本裁判官絶望しましてですね罪の意識に苛まれます 無罪の人やってない人を自分が死刑にするための判決を書いてしまったそれで苦しみましてもうすぐに裁判所を辞めてで弁護士になりますで大変優秀なこの人はあの小試験合格した時の順位が大変優秀だったっていうことで、まあ、将来嘱望されていた裁判官だったんですけどもまあ弁護士になって一旦は成功するんですけどもしかし 自分が死刑判決を書いたこの事件のことがもう頭から離れず酒に溺れるなどして体を壊すんですけどその後に再審請求のためのまあ活動にそれから没頭するんですよね。でその中で彼はあの合議の秘密を漏らすわけです。合議の秘密って何かというと刑事裁判でもって合議の中でどういうことを裁判長が話したか自分が何を話したかでどういう結論だったか。 というその合議の過程を喋ってはいけないという、これは当然のルールがあるんです。で、これは絶対に犯してはいけない裁判官である以上、そして裁判官を辞めた後でも、絶対に漏らしてはいけない秘密なんですよ。で、それを、この河本裁判官は漏らします。自分は無罪をずっと主張したんだけどもっていう話をね、します。で、これについてはですね、最高裁は、 当然ながら遺憾であると。合議の秘密を漏らしてけしからんということをまあ言ってるんですが、果たしてそうなのかなと僕はこれについては疑問を持っています。どういうことかというと、そもそも刑事裁判の原則っていうのは、合理的な疑いを入れない程度に証明されて初めて有罪となる。というものなんですね。つまり非常に高いレベルの 証明をしてて初めて有罪とするそうでなければ冤罪で苦しむ人が出てきてしまうよ冤罪を絶対生んではいけないよというまあ原則なわけですねでそのことからすると仮にも職業裁判官がこの人は無罪だと確信する一人でもですよ確信する事件で多数決でもって結論を決めるってことは本当に正しいんですかとその制度が実は間違ってるんじゃないのどうか思ってるわけです。 全一でないっていうことは合理的な疑いを入れない程度に証明されてないことに他ならないんじゃないのそれを有罪としてはいけないんじゃないのという疑問を持ってる。だからこそそういうふうに言うんです。私から見ると間違った制度、つまり多数決でもって一人の人間を有罪にしてしかも死刑にまでできるという制度が実は間違ってんじゃないのかで、その間違った制度から 生み出されてしまったのがこの合議の秘密を漏らすという熊本裁判官の行為だったのではないのかとっていうふうに僕は思ってるんですね。だからそういうい意味で大変特異な事件ですよねで本題に戻しますと結局私は間違いなく冤罪だと確信している事件が袴田事件。でそれよりもたくさんありますよあの実際 最新無罪になった事件は皆そうだと思うし、日本の刑事司法が健全に機能していた、機能しているとは思っていません。はい、やっぱりあの、裁判官が真摯に、全ての裁判官が真摯に、被告人の言い分を聞いて、えー、悩んで、そして悩みにて結論を出すという当たり前のことが実は一部で行われてないんじゃないのかなという疑問を持っています。 それでですね、無罪が出るようにすればどう開花すればいいのでしょうかこれはまあ言い換えると、冤罪を生まないようにするにはどうしたらいいのかというこのご質問だとすればですね、私は批判は多いですけれども、今、日本で行われるように、行われている裁判員制度、裁判員裁判。これは一つ、あの、 重要なななものじゃないかなと僕は思ってます重要ってどういうことかというと裁判官はい、まあ、わばその法律家としての、まあ、仲間意識も持っている、うん、検察官がふるいにかけてこう起訴してきた事件は有罪なんじゃないか当然有罪だろうというその先入観を持って裁いているとすればですよ そういう先入観のない一般素人の方が証拠を見てそして判断するという制度は実は日本の刑事司法を健全にするそういう可能性があると僕は思ってずっと応援をしてきているんですね。はい、もちろん全ての制度になんていうんですかうん完璧はないですから、えー、どこまでいっても 冤罪の可能性をゼロに本当の意味でゼロにすることはできないかもしれないけれどもそれについては現に現代になっても冤罪が明らかになっていることからすればこれからも追及していかなきゃいけないと思います。一つには科学操作ですね科学学ですすねを重視するそういういい体制 一つにはよく言われますが、いわゆる観察医務ン制度、うん。多くの不審死、えー。明らかに病死ではないもの。明らかな病死以外は、うん、解剖してその専門家がその死因を探るという、うん、観察医務ン制度。これが実は大変日本は貧弱でしてね。これを 大きな予算をつけてそこに人材を投入するということも冤罪を防ぐ一つの重要な要素じゃないかなというふうに思います。